エマニュエル・ボーブ、1928年頃、エマニュエル・ボーブは、フランスの小説家。本名は、エマニュエル・ボーブ・ニコフ。父は、キエフ生まれのユダヤ人で、ポグロムを避け、フランスに逃れてきた人物であった。母は、ルクセンブルク出身で、パリで女中をしていたところをこの人物に見染められた。父母ともにフランス語が満足にできず、エマニュエルは、 当初小学校にも通えない、不幸な生活を送っていたが、やがて父が、イギリス人の教養豊かな愛人を作り、ジュネーブに移り住むと、エマニュエルもここに引き取られ、以降は、私的刺激に満ちた生活を送ることができた。1915年、父の死と前後してこの愛人の実家が破産し、18歳のエマニュエルは、パリに戻って、移行カフェのボーイや、ホテルマン、路面電車の運転手や、 自動車工場の労働者など、職を転々としながら一人きりの貧しい生活を送った。1923年、日刊神、ルマタンに、クリスマスの夜と題する短編を投稿。線からは漏れたが、先行者のコレットに見出され、彼女の勧めで、長編小説、僕の友達を執筆、翌年に刊行した、この作品がデビュー作となった。僕の友達は、 その後執筆された、のけものと合わせて1928年に第1回フィギュエール賞を受賞したが、5万フランという破格の賞金でこの受賞は大きな話題となった。他の作品には、君の妹、アンリ・デシュマンとその影たち、予感などがある。繊細な観察眼とユーモアに満ちたボーブの作品は当時人気があったが、死後は、 少数の熱心な支持者を除いて忘れられた存在であった。しかし1970年頃より作品の復刊が行われて再発見され、今日では多数の言語に翻訳され広く読まれる作家となっている。ありがとうございます。